2回目の登場です。五十嵐亮太さんです。最高じゃないですか、うん、プロ野球経験の肩書きいるかいらないのかっていう、経験がなくてもできるし、そうあってもらいたいなみたいな。この看板によって言うこと聞いてくれるようになるから。やっぱ甲子園の魔力あるんだよ。甲子園目指してコールド負けした時に涙出ました。出るよね。出るんだ。さあ今回も始まりました、ハクスルプレゼンツ居酒屋里崎。今回は番外編としまして、スポーツバー里崎でお送りします。さあ、ハクスルさんのお酒とおつまみを魚にですね、ゲストを投稿していきますが、今回のお供はアメリカ生まれのクラフトビールブルームーンということでですね、今日はなんとこの海の家海バックで逗子海岸に来ております。もう海開きしてるということで、ちらほら家族連れの方もね、海の中にいますけども、今回夏季限定でブルームーンの海の家ブライト寿司 by ブルームーンがオープンしているそうなんで、皆さんもねこの寿司海岸に来てもらえると、ちょうど真ん中ぐらいのど真ん中にありますから、多分目にね結構つくと思うので、皆さんもねぜひ活用していただきたいと思いますけども、ブルームーンといえばこの方と熱いトークをね前回スポーツバーで行いましたけども、2回目の登場です。五十嵐亮太さんです。お願いします。最高じゃないですか。何この景色。スポーツバー里崎で共演したで大変好評でですね、白鈴さんからこのコンビでまたやりたいということで、あ嬉しい、はい、2回目来たのは初です。マジですか、はい、めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、うん、前回あれだもんね、里崎さんのプレッシャーが強くてさ、もう包み隠さず全てを話せみたいな感じ、嘘つくなみたいなね、いろんなプレッシャーをかけられて、嘘偽りないからハクスルさんは。確かに、うん、純粋に美味しい、トークももう純粋に正直に、純粋ちょっと毒あったけどね。大丈夫ですか、うん、やっぱピリッと大人の味もいるやん、トークも大人の味で、毒じゃなくて大人の味ってこと、ね、そう大人の味なのよ、そう表現が悪いから、そうだね、うん、そうテレビで言えないこと言うのが YouTube の良さだから。そうなの、そうもうテレビに出てるようなことと一緒のこと言ってたら意味ないで、まあ、でもテレビで同じようなこと言ってるじゃないですか。俺はもうそもそものハードルが低いから、うん、裏も表も一緒なの。もうブルームーンは五十嵐亮太さんメジャーリーグ時代に飲んでいたということで、はい、そうアメリカいる時、いや今でも行ったら飲みますよ。そうなの、はい、前回も届いたんでしょ、お家にいただきました、うん、もう全ていただきました母にもあげたら美味しいとね。そうなんですか、はい、しかも第2ラウンドこのメニューにねお題がたくさん書かれてますから。そうか、うん、あ出てきました、出てきました、やった、はい、早い、はい、これオレンジついてるから今日確かに前回瓶のまま来ましたね。そうそうそう、今日はちゃんとこれ、ほらあいいな、もう黄金比で入れてるから。さあということで、はい、乾杯です。そのままお疲れ様です、はい、です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 。うわおしゃれ、うまい、はい、あおいしい、あいいっすね、うん、気持ちがいいな。海の上来る、うん、いや来ない、僕初めてかも。俺はあるよ。え何で来るんですか。やっぱ徳島県の月宮海岸っていう、あの徳島県のローカル海岸あるのよ、はい、そこ の海の家に子供の時行ったことある。子供の時でしょ、うん、で僕海の家とか行ったことないかもしれない。千葉でしょ。千葉、千葉でも生まれ北海道なんですよ。だって北海道なんてもう海一瞬しかないやん、もう石狩とか。いやいや、そう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 、だからそっちのちょっと行ったぐらい。もう流氷流れてるやん。流れてない、流れてるやん、やめなさい、流れてない、流れてないです。そうなん、綺麗な海ありますよ北海道。なんか海の家って来ると浮かれますね。なんか浮かれたやつら多そうだもんね。偏見ある、偏見、偏見、偏見ある、それは全員浮かれてるから浮かれてる、海に来た時点で全員浮かれてる、浮かれてるよね、うん、いい気分だよね、うんうん、さあということで、はい、今日も一発目からハードなやついくから。 J リーグには J リーグ町田の黒田監督のようなアマチュアの青森山田の監督から J リーグの監督になられる方いますけども、野球、まあ、メジャーも日本も含めて面白い野球のトップチームでコーチも含めて、うん、プロ野球経験の肩書きいるかいらないのかっていう。ああいいじゃないですか。結論で言ったらどっちか、せーので答えてみましょうよ。おじゃあ、じゃあ、え何、じゃあ、うんうん、あの右手がいる、いる、左手がいらないね。じゃあせーので、えちょっと待って、肩書きがいるが右ね。じゃあプロ野球経験者でないと無理っしょっていうのが右、右でじゃなくてもいいのが、素人でもいいっしょ、一緒が左、うん、オッケー、いい、いいよ、せーの、
一緒やおいいじゃないですか。まあ日本の野球ってやっぱりどちらかといえば一流だった選手が監督やる傾向にあるじゃないですか、うん、まあそれはそれで僕いいと思うんです。海外だと意外とそうじゃない、うん、メジャーもマイナーリーグで例えば選手経験メジャー経験がない人でも、まあ、監督やったりしてるので、うん、僕はあり、まあ、それでもいいんじゃないかなっていうのを思うんだけど、ただアメリカ行った時に監督と選手がぶつかったことが他球団であったんですよ、うん、その時新聞に出てたんだけど、そのプレーヤーがなんか良くないミスをした時に、まあ、監督に注意された、うん、多分そうなる前からチーム内の雰囲気はあんまり良くなかったはずなんですよ、うんうんうん、でも決定的なそのプレーの中での、まあ、ちょっと良くないのがあった時にその選手が監督に言われたことに対して、僕はメジャーでも活躍してない監督に言われてるからそんなのあんまり響いてこないし、僕は監督のことリスペクトしないって言ったんですよ、うん、それ違うじゃんって僕は思ったんだけど、うん、選手によってはやっぱりそのメジャー経験があまりないとか、うん、監督としては良くてもいざとなった時に選手の気持ち、プレイヤーの気持ち本当に分かんないじゃんっていうやつも中にはいるんですよ、うんうん、そういう意見を聞いた時に、でも監督ってそうじゃないじゃんって思いながらも言うやつがいるってなると、やっぱ一流選手のが監督やった方が技術的な面で言ったら説得力あるのかなとかいろいろ考えちゃったんですよ、うん、でも僕はやっぱり監督っていうのはそこじゃないと思うので、うん、やっぱりその経験がなくてもできるし、そうあってもらいたいなみたいな。解説者でも僕メジャー解説とかやるんだけど、いや別にメジャーじゃなくてもいいような、解説って野球のことだったら分かるしいいよなって思うので、そういったところを幅広くやってもらった方がなんかいろんな意見聞けるし楽しいかなっていうふうに思ってるタイプ。これはもうやってもいいと思ってるんだけど、うん、さっきの話じゃないけど、まあ、言うことは聞いてくれませんよって思ってる。ああやっぱそうなんだ、うん、すげえ。で俺もアメリカと日本の根本的な違いは、うんうんうん、アメリカは一つの球団にまあ、ワンウェイ、ツーウェイも上中下ぐらいあって、まあ、あるで、ワンでルーキーリーグもあって、ね、もう1チームの傘下に何百人もいるじゃん、うん、奥には独立リーグあったりとか、うんまあ、近いのにメキシコとかドミニカとかもリーグもあって、教えなくてもほっときゃ誰か出てくるから、うん、でも日本って70人しかいないから、うん、1チームに70人の中で30人を要はメジャー契約の選手にしなきゃいけないわけじゃん、うん、アメリカでいうと、うんうん、だからほっといても出てこないから教えなきゃいけないじゃん。だから日本はよく教えすぎって言うけど、いやそりゃ70人しかいないから教えないと30人枠の1軍に入ってくる動力まで引き上げれませんよって俺思う。で教えるってなってくると、えやったことないねんのに分かんのって思っちゃう。あその難しさとか確かにね。でも今とかってすげえデータ膨大だし、どちらかといえばそのピッチャーでも打つ方でもバッティングコーチとかピッチングコーチっていうよりもアナリストの存在がでかくなってるんですよ、うん、だから今回僕アメリカのキャンプ行った時に、うんうん、そのピッチングコーチもそうなとかバッティングコーチね、技術的なものを自分でやって伝えられるコーチもいれば、うん、まるっきりほぼやってない人でもアナリストがこういう角度でこういう握りでこういうふうに腕を使えば指を使えばこういうボールが投げられますよっていうことが言えるわけですよ、うんうんうん、それってどうなんですか。僕実際聞いたんですよ、アナリストとコーチの間でそれギクシャクしないのみたいな言ったら、やっぱ最初はそのコーチやってるのもそういった機会とかない時代にやってるコーチだからぶつかったって言うんですよ、うんうんうん、でその感覚的に分かんないし、そんな数字ばっかり見たところでお前ら分かんねえだろうみたいな感じになったらしいんですよ、うんうん、でも結局それがそういったギクシャクした状態で、まあ、選手に伝わったら正しい方向にはなかなか行きにくいじゃないですか。そういうのでもあって、まあ、一貫して、まあ、全体的に意見をまとめてそれを選手に提供するっていう形をで取ったらしいんですけど、うんまあ、多分コーチとかも僕日本減ってくるんじゃないのかなと思う。バッターとかピッチャーでも結構アナリストに話聞く人多いですよ。バッターどうです現役時代とか。俺はもうこの人に習おうと思ったらその人と一緒に練習して見て盗むから、俺はもう福浦さんとだから、あ福浦さんのやってることを見て盗んで一緒に練習して、うん、一緒に感覚持ってでやっていくから、だから結局そうなったら俺はなんで福浦さんかっていうと6年連続3割も打ってて首位打者も取ってるロッテで一番いいバッターなんやから、その人に聞くのが一番近道やろって俺は思ってるわけ。わかる。ってなった時にこっちに結果残してない人がいたら、えだって何学ぶんですかってなっちゃうの俺。あでもさ結果残してない人がその
意見がずれてるかって言われたらそうじゃない可能性も僕はあるなと思っていて、例えばその結果出てない、まあ、選手がいてもなんか変化球の投げ方がすごく良かったりとか、うん、あすごいいいけど、まあ、その人は結果出ないけどいいものとか後輩への伝え方うまいなっていう人って僕いたんですよ、うんうん、だからそういうのもあるからそういった経験とかが少なくても指導者になってもいいなって思ってるんだけど、だから俺はもういつも思ってるのは結果を持ってないやつは2軍から行けと思ってる、聞く耳持たれへんと、まず2軍から行ってまだ何もないプロ野球選手の2軍のやつらと一緒に成長してこいつがすごくなったらこのコーチの格上がるじゃん、これを育てたってなるから、まあ そうね、そしたら実績なくても言うこと聞いてくれるようになるから、結局今の日本にいるコーチもアナリストの人たちも、うん、世の中の実装で言ってるトレーニングとか教えてる人たちも結局言うのがこいつが練習に来たとかこいつの指導に当たってるとか、自分のやってることの凄さよりすごい人が来たことによって俺はこいつをすごくしたいんですよっていう看板で勝負してるだけだから中身なんて誰も最初は分からないわけよ。だからもう最初はもう2軍とかもう育成からスタートしてあなたの理屈でこいつをトッププロにしろと、でそしたら黙っててもあの一流選手はこれを使ってなったんやからこれすごいなってなるのよ。まあそうね、結果が出て初めて認められるっていうことね。そうそうそう、だからいきなり来んなと。だから俺はもうアマチュアの指導者でもいいんだけど、いきなり1軍はやめとけと。あ2軍である程度のポテンシャルと結果を残してくると、言うことこの看板によって言うこと聞いてくれるようになるから。確かにアマチュアの監督が1軍の監督になって、うん、村上にバントのサイン出せますかっていうまあでもそれは監督と選手の信頼関係によるんじゃないですか、うん、だからそこになんかこう看板がねあることがサイン出しやすくしてんちゃうかと思う。まあでも日本はでも縦社会だからなのかな、僕はそうは思わないんですよ。でも佐藤さんだったらやっぱ思うわけでしょ。サインは思わないよ、うん、そう作戦はね、うん、別にそれは作戦だから言われたことに甘んじて応じるけども、うん、配球論とか言われたらえって思っちゃう。いや佐藤さんは別に誰でも言うじゃん。それそうそう、俺は別にいいよ。そのなんていうの、アマチュアのコーチとか関係ないじゃん。だから そうじゃないじゃん、うん、多分一般の方でじゃあ例えて言うと、じゃあ東大行きたいっつって東大受かったことない人に教えてもらってあとかどうなんすかっていう、そのもう東大に浪人してますと、来年東大受かりたいってなった時にじゃあ塾行きますって言って講師の人が東大生じゃないっていう、僕は東大は落ちましたけど東大に受かる方法は知ってますっていう人。まあそうか、東大あ僕も現役で合格しましたし、卒業もしてますし、東大の受かる方法は知ってますよっていう講師の人がいたら、どっち行きますかってなった時にどうすいますっていう。まあでも入り口だけで言うんなら東大行っちゃうよね、入り口はね、うん、でそうなってきた時にさっきと一緒で、こっちの人の武器はもう何人東大に行かせたっていう武器しかないわけよ。何でもそうだけど結局みんな肩書きある方に行くけど、肩書きない方に行くとしたらどれだけ育てましたよの看板がどこまであるかとね。まあそうだな、まあ、そこが実績になるもんね、うん、経験であったりとか。確かにうちの子供とかバレエやってるけど何々先生に今日教えてもらったみたいな話するもんね、うん、やっぱ肩書きでちょっと燃えるよね、うん、あるか。だからでそんなこと関係ないやろっていう人もいると思いますけど、それも間違いじゃないと思うんですけど、自分に置き換えてみてくださいっていう。確かにおっしゃる通りですおっしゃる通りです。そうしたらやっぱ肩書きがね大事になるけども、だからもう肩書きないんだったらどれだけの実績作るか勝負だね。なるほどね。そしたら信用度が増すから、そういう人出てきてもらいたいですね。なんかもう2軍とか、ね、もしくは独立リーグでもいいから、うん、もうそのノーマルな状態で這い上がってきて、うん、もう1軍の監督やりますみたいな人が育ってきたら面白いですね、うん、もらいたい。青森山田の監督もそうですけど、だからも青森山田強いもんだって。だからそのアマチュアのところで実績出してこないと、うん、まずそっからってなってきた時にやっぱ甲子園の魔力あるんだよ。やっぱ甲子園に行きたい、甲子園で優勝したいっていう甲子園の魔力に指導者もねかかってるから、プロの OB でも高校野球の監督になって甲子園目指したいっていう結構いるじゃん。甲子園の魔力ね、まあでも甲子園は魅力的ですよね、うん、でも実際
高校生の時甲子園行きたいと思って野球やってました。いや思ってたよ、きっちり3年生の時に3回戦コールド負けしたけど。でもさ、その3回戦コールド負けしてるようなチームだったらさ、もうなんとなく無理だろうなみたいな、ない？ひょっとしたらって思うやん。本当に思ってた、うん、僕そんな甲子園来て俺が行くぞってなん全然思ってなくて、そのチーム的にもそんな強いチームじゃなかったから普通に考えたら難しいだろうなと思ったんですよ。周り強いチームいっぱいあったし、うん、それ千葉は多いじゃん。多い。徳島なんて36校ぐらいだから、ちょっと頑張っていけんちゃうみたいな。どうなん、あんまり賢くない人だったんじゃないの。いけないでしょ。そいやいや、もう夢は大きくだから、ワンチャンいけんちゃうみたいな。だから甲子園目指すっていう人はもう多分中学生時代から目指してるんですよ。もう高校に入って女子甲子園目指すじゃないですよ。甲子園行けそうなチームはどこなのかな、可能性ある、ここでレギュラーできる、いけるかなぐらい計算してるんです。中学生からそんな計算してないでしょ。でも俺入るときに、俺が中3のときに高3の鳴門工業準優勝だから、徳島県大会。あ、じゃあ可能性あったのか、うん、で俺らのとき3回戦コールド負け。すごいね。コールドで負けると思わんやん、さすがに。え、その相手チームは甲子園行ったんですか。きっちり負けてる。全然いけないじゃん。どうなんですか、甲子園目指してコールド負けした時に涙出ました。うん、それはもうあの出るよね。出るんだ。コールドでもやっぱ出る出る出る、ね、出る、ね、終わったっていうね。終わったでも辛い3年間だからね。